節を脱臼させたら、細い骨をねじって抜き取ります。塩コショウで下味をつけた後、片栗粉をまぶし、まず180度の油で3分揚げます。ここでポイント、一旦取り出して余熱で4分火を通します。するとお肉が焦げつけ、醤油、酒、みりん、蜂蜜、ジューシーな手羽先から揚げの完成です。